ペレーションストリッツ政財界の大物たちが集う名門校の懇親会子供を学校へ潜入させ国家統一党総裁に接触し不穏な動きを探ること。いいだろう。この黄昏子持ちの父親だろうと演じてみせる。世の親たちはこんな高難度ミッションをこなしているのか。ダメだ、理解できん。振り向いたら殺す。結婚離婚歴なし。最終的に正式な婚姻を承諾させてやる。こちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きまして。お父様と呼ぶように。父。外交しかり、相手を知ることが和平への第一歩。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。いけません、こんな考えでは殺し屋だと見抜かれてしまいます。殺し屋。